小牧ダムは、富山県都並市小川町小牧にある、水力発電用のダム。小川水系のダムで、関西電力が管理している。小牧ダムサイト、小牧ダムには、登録有形文化財と、土木学会専用土木遺産の名板が、設けられている。1925年に着工し、1930年に、完成した、重力式、コンクリートダムで、 完成当時は、東洋一の高さを誇るダムであった。17箇所のダムゲートを設けて、ダム岩には、エレベーター式漁道、砂岩には、木材運搬用のコンベアが設けられている。工学博士の物のノベオサによる、貯水用重力式園庭の特性並びに、その合理的設計方法という耐震設計理論を、初めて取り入れたダムで、 厚生のダム建設に大きく貢献したものである。2001年には土木学会の土木学会専用土木遺産に認定。2002年には河川用ダムとしては初めて登録有形文化財に登録された。また、2007年には経済産業省の近代化産業遺産の登録を受けている。富山県出身の実業家で浅野財閥創始者。 朝野総一郎は、小川での水力発電計画を発案し、太平洋側に電力供給するという当時としては大規模な構想を描いていた。1916年、富山県に小川水系の水利権利用を申請した。大規模なダムを建設し、水力発電所を設けるものであった。1919年1月に水利権を取得し、 1919年9月10日に、小川水力電機を設立する。当時、日本のダム建設技術は未熟成な側面があり、小牧ダムの設計は、アメリカのストーンエンドウェブスター社に依頼して行われた。その後、幾度かの計画変更を経て、現在の小牧付近に、ダムが建設されることとなった。小牧付近に、ダムが建設されたのは、河川が曲がりくねっていて、 ダム建設には安全で有利であるという理由である。1922年にダム建設が認可されたが、ダム建設前の小川では、上流部で伐採された木材を下流部へ送るのが主流であった。小川流域の木材業者は、小川を通して木材が送れなくなる可能性があり、ダムの建設には強く反対していた。そのため、 木材業者の経営を保護する観点から木材運搬用の施設及び漁道をダムに取り付ける設計変更が行われ1925年に小牧ダムはようやく着工された昭川水力電気は小牧ダムの建設が容易に進まなかったことや関東大震災の影響もあり資金不足で経営難に陥る1925年に 日本電力の子会社となり、小牧ダム建設は、日本電力主導で進められた。小牧ダムの建設が開始されてから、小川流域の有力な木材業者、非襲木材は1925年、木材流送ができなくなるとして、小牧ダムの建設中止を求める仮処分申請を行う。後に、電力側と非襲木材側が衝突する、 小川流木葬儀という騒動の発端でもあった。1926年5月、秘襲木材は、富山県知事を被告として、行政裁判所に、ダム建設の認可取り消しの訴えを提起する。また、小川上流の岐阜県の三村も訴訟に加わる。1930年に小牧ダムが完成するが、秘襲木材は、 ダム管理が始まる前の4月22日、大阪地方裁判所に、淡水禁止の仮処分申請を行い、即日決定した。内容は、被収木材側が30万円の保証金教託を条件に、ダム工事禁止を認めるものであった。この決定により、小牧ダムの管理ができなくなることで不利になる、小川水力電気側は、 この仮処分を覆そうと1930年5月1日に仮処分決定取り消しの訴えを提起する。大阪地方裁判所による実地検証が行われ、7月10日に非修木材側の仮処分が取り消された。以後、小川上流部の流木は小川水力電気側の負担で行われた。 1930年10月21日にダム完備が開始され11月21日より水力発電が開始された。敗訴した飛集木材側は小牧ダムの木材運搬用施設が有効なものでないとして計画量を超える流木を流し始める。このことによりダム庫内に大量の流木が滞留し木材が送れなくなり下流域の木材業者は 死活問題となる。1933年1月28日に、小川水力電気側と非集木材側が衝突し、多数の負傷者が出てしまうが、やがて形成は、小川水力電気側へ有利に働くことになる。相次ぐ訴訟で、非集木材の経営が悪化し、下流域住民は、小牧ダムによる、水量調整を求める声が強くなりつつあった。そして、 1933年8月12日に、日本電力、昭川水力発電、上岡水力発電が、非襲木材への経営参画などを柱とする、内務省は改案を受け入れて、長年にわたって続いた騒動は終結した。昭川流木葬儀においては、様々な人物が題材として記している。主なものとして、高見淳の短編小説。 流木、三島幸男の短編小説、山の魂、山川のノンフィクション、爆竜などがある。小牧園庭バス停と大木温泉への遊覧船、乗り場小牧ダムには、小川遊覧船が運行する、大牧温泉行きの遊覧船乗り場がある。国道156号が、五日山方面に、整備されていない頃には、冬季の重要な交通路として活用されていた。現在、 大木温泉を周回する大木温泉コースと長崎橋を周回する短時間の長崎橋周遊コースの2コースが運行されている。小川遊覧船は都並運輸市会社の都並観光が関西電力の小川船舶事業を譲り受け2008年4月1日に設立。2009年から法日外国人旅行者の誘客を推進しており、 2017年には、外国人の乗客が初めて1万人を突破した。遊覧船乗り場そばには、カエツノーバスの、小牧園庭バス停があり、高岡駅前方面に1日4、往復発着している。小牧発電所小牧発電所の水圧鉄管。ありがとうございます。